よ。なんか見せろ、そんなドジッキャラじゃないんです。ハナミン昼公演みんなトークおもろかった。昼公演はあれじゃないですか、あの若ちゃんのツッコミのやつじゃないですか。下がるんですこれが。だからもう夜は気をつけようと思ったのに夜はなんと撮れたんです。あ、バラミンが MC で大爆笑撮ってるのが印象的でした。これって首になってなんかすごいあのそんな大爆笑撮れてないですけど、ありがとうございます。これからも試行錯誤しながら MC ちょっと頑張りたいと思います。トラブルに対応できて、はい、疲れ様リレ、ちょっとほんまにごめんなさい、ゆらゆらしすぎて。お疲れ様、2列目まなみそらスキブ見つけてくれてありがとう。あ、ありがとうございました。見えましたよ。まなみそら推しなんでしょうか。まなみそら推しの方がこれからもまなみそらを推してください。遊びに来たよ、ようこそ。やばい、なんかあれや、なんか深夜テンションみたいになってる。テンションが高い今。あ、落ち着きましょう。モバメ、まあモバメ取り始めたよ。あ、ありがとうございます。出したら負けやと思ってて、変身ちゃんと見てますからね。自分を出したいのにそんなマイク直して。昼夜公演お疲れ様、ありがとうございます。でもなんか自分が思ってた以上にあの疲れなくて楽しくて、全然疲れなくて、で終わった瞬間あの西田ほのかちゃんとかはもう1公演行けるって言ってました。ありがとう、深夜さんハートたくさんありがとう。ミスラのホテルなんですけど、じゃあお肉です。これ危ないかな、何って感じ、ごめんなさい。まあいけるか。公演お疲れ様、ありがとう。ナミンこんばんは、2公演お疲れちゃん、お疲れちゃん、ありがとうございます。皆さんは見てくださいましたかね。なんか結構昼夜どっちも入ってくださってる方とかがいて、すごい、あ、嬉しかったです。 DMM 見たよ、まなみんかわいい、ありがとうございます。 DMM 配信をね見てくださった方もありがとうございました。明日めっちゃ早く起きないといけないんですけど、はい、え、ちょっと怖いな、バチバキっていきそう。みそら1回寝たら5時間ぐらい、ちょっと不安定ですね。5時間起きれへんっていうのはそうなんですけど、渋沢優には厳しく行きましょう。え、渋沢優あの人厳しくしないした方がいいですか。あれなんか今日、あ、さっき一緒にショールームしましたね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。それな、まあ、2編も同じことで見てるわ。なんだ今日アニメでも見ようかな。そうする。なんかさ、最近さ、ほんまに気持ち悪いこと言っていい、うざいこと、アニメ見たらなんか自分も二次元の世界に行って、あの気持ち悪いよ、戦いたくなっちゃった。それはわかるわ、はい、なんかわかるそれ。ワンパンマン見てた頃自分もワンパンで倒せると思う。でも進撃の巨人見てなんか、あ、やっぱり巨人駆逐しなあかんのかなっていうなんか義務感に見舞われてしまった。そう、でも超わかるわ。やばいやばいやばい、アニメはな、これそう、これやからアニメはダメです。昼公演楽しかったです。3回目、5回中、うちは5回じゃないな、もう6回かな。3回もありがとうございます。また来てください。綺麗な顔やな。またまた、ありがとうございます。マナミンってボケたがりだよね。ボケたがりじゃないですよ、私はトークを見守る系です。見てくださいって何。課題はできそうですか。そう、課題はあのまだなんで、高3から、今年の春の高3からやるって言ったので、じゃあまだね、あのギリギリ貯めてやるっていう日々をあの満喫したいと思います。はい、やっさん、マナミン、トレーナーかわいい、ありがとうございます。ちょっと今日はあのいつも半袖なんですけど、ちょっと寒いから長袖着ちゃいました。邪魔すんで、邪魔すんでやったら帰ってって言いますよね、関西の人。ちょっと焦れちゃった。昼夜公演お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます、楽しかったです、どっちも。でもなんか
ゆうみさんの昼夜公演ありがとうございます。あ、違う違う、昼夜ありがとうございました。夜は二列目センターで見てました。二列目センター、すごい、ゼロ番ですね、センター、いいな、めっちゃみあれじゃないですか、いろんな席センターで見渡せますよね。頑張った分リカバリー、マナミン昼夜お疲れ様、体力大丈夫そう？体力は意外と大丈夫なんですよね。もう一公演できるぐらい、あの体力残ってます。さすがですか。でほんまに楽しくて、なんかしんどいなと思わなかった。ヘイヘイヘイニヘイさんやん、はい、ヘイヘイニヘイさんです。レイポンとかにまた聞いとこ、可愛さの人。こんばんは、こんばんは、面白くてどんどん沼る。あー、そんなこと言っちゃって、どうしよう、なんかテンションが今ほんまに高いな。でもなんかこのテンションのままやったら、あとあとなんか、あ、こんなテンション高かったんやって後悔しそうなんで、ちょっと落ち着きます。マナミンに返信するのが最近の楽しみ。あ、嬉しいです、ありがとうございます。私も皆さんの返信を読むのが最近の楽しみです。最近というかずっと楽しみです。お話し会もちょっとマナミンと話せるの楽しみ、ありがとうございます。そう、皆さんお話し会もね、ぜひぜひ、あの、取って会いに来てください、私に。で明日が握手会なんでね、やった。でもなんか寝たらむくむから、もうオールしようかなって思ってるんですよね。こんばんは、こんばんは、ニコニコマークが、ニコ。ぜひ1日3公演お願いします。え、そう、でも1日3公演ってなったらもう髪の毛とかもうバスボサボサになっちゃいそう。気が向いたら寝るな。めっちゃね、ボサボサになる。あ、公演もう2回できますか。ちょっともう2回はちょっとなんかもう2回はね、ちょっときついかな。なんかでも、あの公演を1日に2回することによって、なんか、あ、あの時こうしとけばよかったなというのが、なんかすぐ次に行かせるじゃないですか。だからそうですね、なんかいつもよりも、反省を生かせました。晩ご飯食べた？晩ご飯は食べてないです。なんか晩あんま今お腹減ってないんですよね。え、でもお腹減ったな、なんかお腹減ったな。ぜひぜひ何か食べたいところではあります。話し方誰かに似てるのに思い出せない。誰かに似てますか？話し方似てるって誰でしょうか？知りたいです。ぜひぜひ、あの、思い出したら教えてください。こんばんは、こんばんは。仕事だったので後でアーカイブ見ます。はい、ぜひ見てください。仕事の疲れを公演のアーカイブで癒せるといいな。初めまして、初めまして、こんにちは、公演お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様です。こんばんは、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 こんばんは。明日絶対握手しよう、ランダムですけど絶対握手しましょう。願っときます。ちょっと、あ、ほら、もう両手が空いてるからもう願いちゃいます。でもゆらゆらしますね、やっぱり、はい、ランダムなんですけど、皆さんね、ぜひお会いできるように、もう今日は寝ずにずっとお願いしときます。かわいい、はなちゃんの方がかわいいよ。一緒に巨人駆逐しよう、ぜひ。本当に、あの、なんか私本当にアニメとかを見たら、あ、この世界行きたいなって思っちゃう人なんですよ。で、なんかでもそれ話したら、え、いやいや絶対そんなん怖いやんって言われるんですけど。ミソラと目合いましたかね。可愛い、どうしたらいいもん、まだまだ可愛い。えばい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 、そう、だから私は今巨人を駆逐し、最近あのまたアニメがなんか始まってるじゃないですか。で、なんかそれを見てしまって、なんか初期のも見たくなって見返してたら、やっぱり私は、あの、そうです、巨人を駆逐したくなりました。めっちゃアニメに影響されるやん。そうなんです、そういう人間なんです。
アニメに影響される系のあゆみちゃんをめでる会会長、はい、会長です、お願いします。皆さんぜひ会に入りたいときは私にご連絡ください。はい、西馬になりかけた、わら、西馬、西馬なんかアニメめっちゃ語ってますよね、ショールームで。でも西馬も進撃の巨人好きで語ろうぜって言ってました、前一緒に。だからいつかね、西馬と対談をするかもしれないです。夜は神手だったのでミソロちゃん見れないと思うんですけど、アンコールからほど夜見てきましたが、二平さんのキャラ大体掴めてきました。まあ、私自分でも自分のキャラが今わかんないんですよね。わかんないっていうか、なんかなあるんですかね、キャラって。でもなんかどうなんでしょうか。でもなんかテンションが高い時はほんまになんか怖いって言われるぐらいテンション高い。でも普段は落ち着いてます、割と。土曜の夜は夜更かしする、土曜の夜は、土曜の夜限らず毎夜私は夜更かししてずっとスマホを触ってます。よくないですね。でもあと課題してますね、溜め込んだ。でもそれは高3になれば解決するので。マネーキ好きなの伝わりましたか。あ、マネーキって、あ、書いてくださってた方かな。そう、マネーキ、あ、違う、お見送りたいの時、そう、マネーキを好きになってくださる方が意外といて、なんか二人で喜んでます。マネキって言ってくださる人いるよねって。ダンスがブレちゃうところが自分のマホメの返信もっとちゃんとします。でもそんなお忙しかったら全然申し訳ないんで、また時間あるときに送りたいなって、返信したいなって思えるようなモバメを私も頑張って書きます。あやみあやみってほんまにさ、幸せになってほしい。でもちょっと音程がちょっと気持ち悪いかもしれない。でもさ、ミンソーラってさ、ほんまにピアノで弾いたら結構な変な音階やね。素敵なメロディーになりたい。何言ってんのやろ。もう二平に冷たい目で見る。マラミン今日も可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。パパさん、ハートありがとう。はい、明日も可愛く入れるように頑張ります。まだ何分ぐらいまでしようかな。なんか楽しくて。今何分ですか。わからない。それは分からへん。あゆみありがとう。26分ということで、何分までしようかな。30分。あ、30分ちょっとありかな。33から5分にしようか。じゃあ33から5分までやります。 MC で喋りたいオーラ出してた人ですか。出してないんです。もう本当に MC に、本当に私このテーマに関しては何もないから、本当にできれば他の人当ててほしいって言ってたのに、西田ほのかさんと渋谷さゆきさんがちょっとなんか言ってきて、私の決意表明ができたのでいいんではないでしょうか。今日でまなみ推しになりました。これからよろしくお願いします。あー、ほんまですか。ありがとうございます。いや、ゆらゆらしてますけど、お願いします。同じパフォーマンスはもう二度と飲んでね。ずっと押しててくださいね。いやー、はなちゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。テンション高いまなみも可愛いよ。あー、ありがとうございます。いや、そう、今なんかほんまにテンション高いんですよね。僕も代わりにクマできるよ。確かに。でもクマ、なんかクマが寝ても寝ても消えないから、もうなんかクマで逆に涙袋を演出できたりしないでしょうか。こんばんは。キャプテンは寝相が悪いらしいよ。キャプテン、若ちゃんかな。あ、15分経過しました。出ちゃった。早く休憩公園入りたいので、仕事の、仕事の休みと公園かぶらない。早く会いたいですね。早く仕事の都合がつくといいな。待ってます。でもいつでもずっとここで公演をさせていただいてますので、はい、マナミンは可愛い。ありがとうございます。なんかそのいいですね、なんかありがとうございます。マナミンにツッコミの才能を感じるわ。私、そう、でも今日も若ちゃんにツッコミのこと言っちゃったから、明日の初握手会楽しんでね。はい、楽しみます。皆さん、この中で会いに来てくださる方はいらっしゃいますかね。いつかあれをね、突き止めないと半信半疑、半信半疑マナミン好きすぎるので、マナミンに半信半疑されたいです。どういうことですか、半信半疑。
ちょっと半分疑っときます。じゃあはい、マラミンに早く覚えてもらえるようにお前に返信もショールマンのコメントもたくさんする。わあ、もう覚えてますよ私。なんか私本当に覚えるのが早いって、なんか自分で言うのもなんなんですけど、覚えるのが得意なので、もうあの大体ね覚えてます。皆さんの方こんばんは。昨日推しですが、今日マナミ見て好きになりました。そんな嬉しすぎるじゃないですか。ぜひユキノンとマナユキやってますので、マナミマナユキであのよくあの喋りますので、両方2人とも推していただけたら嬉しいです。マナミちゃん、もんじゃなう、お先に関東を楽しんでます。もんじゃ、いいな。そんなん言ったらお腹空くじゃないですか。もうすぐ私も、明日関東に行くので関東2回目の上陸です。ラブメの返信恥ずかしくてできません。なんでですか、私しか見ないからいいじゃないですかね。私しか見ないので返信、返信ぜひぜひしてください。仕事終わったんだけど、マナミンのショールームで疲れ吹っ飛んだ。あーやばい、こんばんは。やばい、それは出てください。やばいやばい、めっちゃコメント遅れちゃった。どうしよう、今日はほんまにテンション高いですね。はい、ちょっと今日は深夜テンションです。夜更かしますよ。やばいやばい、アニメ好きだからホノピよりマナミンが気になった。いやー、でもホノピーも気になってあげてください。両方押してください、平和に。はい、MC で若田と息合わなかったの残念だったね。そうなんです、若田に突っ込んでねって言ったら、まさかのあのだいぶ間を空けられるっていうね。はい、でも、はい、仲良くやってます。マナミンのモブ前は変身しやすいから毎回変身してるよ。変身しやすいですか。ぜひぜひあの皆さん返信してください。幸せになってほしい、オタクがおしめに言うセリフ。そう、あやみの話かな。あやみのことがもう好きすぎて、もう私はあやみのが幸せになってくれればそれでいいんです。あやみをめでる会会長お願いします。 T シャツの後ろに47田中美座って書いてくれた。まなみちゃん大好き、私も大好きです。ありがとうございます。あ、やばいやばい、みんな終わっちゃう。ちょっと今何分ですか。31分だよ。31分、あ、まだあと4分くらいありますね。こんばんは、今日も可愛いね、ありがとうございます。キャーショールームっていいですね、なんかめっちゃ褒めていただけて。へいへい、あ、祝賀集会楽しんできてね。私は囲み会楽しみにして。そう、囲み会、なんか新しいイベントがありますよね。なんか私もまだどんなのか分かんないんですけど楽しみです。皆さんとお会いできるので。4位しんちゃん、ありがとう。ひいちゃんが一番好きかも。そんなん言っちゃって、やったー、ありがとうございます。私も好きです。こんばんは、ゆきの。そう、ゆきのでももうどっか行っちゃいました。後ろに可愛い子いますね。はい、でもあーやみ、そっか無理。なんかマネユキ愛おしい、ぜひぜひ。あ、今日のツイッターのね、あれもね、あのマネユキで撮りました。今そこ読んでるの、そう、あの全部読みたいと思ったらめっちゃ溜まっちゃって、ちょっとさっきスクロールしちゃいました、ごめんなさい。ごめんなさい。でも、そう、時間がもっとある時に配信して、あのもう確実に全部読みたいので、遊びに来たよ、ようこそ。ようこそって言いますか、なんかちょっとテーマパークっぽいです。美女良さす、美女美女良さすぎ、良さすぎ、ありがとうございます。イエーイ、今日はゆっくり遊んでね。覚えたよ。あ、じゃあちょっとね、そろそろ、あ、そろそろやみ終わろうと思います。ちょっとまだコメント全部読み切れてないので、できればスクショタイム欲しいで、じゃあスクショタイムしてあれします。スクショタイムってどうしたらいいの。ちょっとさ、じゃああやみのポーズしていきます。よしけんさん、ハートありがとう。あとなんかない、これなんかしてるよ、ね、スクショタイムです。ああ初めてこんな YouTuber みたいな。夜公演両隣見せる調子があったで3連ちゃん、嘘、あ、確かに、あのさやな、
夜公演の時あれかも、ちょっと真ん中後ろぐらいの、はい、ありがとうございましたじゃあね、あラストコメント3つ読んで終わりたいと思います。はい、エビ苦手なのにエビチリ食べる、そうエビ苦手やね。あ、でももう一個思い出した、味噌エビチリ食べる、26、27劇場行くつもり、えーやったー、エビチリとでもエビフライだけ食べれ れるかな、ちょっと頑張ります。不思議やろ、美味しいね。関東だからなかなか公園行けないけど、夏には行けるようにするね、見るの楽しみ、夏まで、でも早く会いたいですけど、そうですよね、やっぱ関東の方ってなかなか会えないです、そうなんや、でもあの夏まで楽しみが増えて、頑張る頑張るなっていうの、楽しみが増えたのでありがとうございます、会えるの楽しみにしてます。ラストは、あ、ちょっと待ってね、パーカーの紐まで可愛い、これありがとうございます、パーカーの紐までめでてください。あ、じゃあそろそろランキングを読んで終わろうと思います。悲しい。でもちょっとまたあの確実必ずあの終了しますので、その時は皆さん見に来てください。じゃあ行きます。私はサギの被り物で通すから覚えてね、オッケー。サギのめっちゃ連絡くんねんけど、やばいな通知。埼玉に住んでるのであんまり公園に行けないけど、そうそう、また大阪から行った時は見せるのうちは持って行きます。あ、埼玉なんや。ドラムロールお願いしてもいいですか。ほんまに嬉しかった。じゃあ13位でさ、行こうって、シロちゃんありがとうございます、ありがとうございます。マジで可愛かった、ほんまに。はい、12位とかさ、ちょっとどうしよう、ダダダダダダ、失敗しちゃったと思ったらチラッて、ビリンさんありがとうございます、ありがとうございます、元気もらってました。はい、11位、ミスラちゃん本当可愛い、ダダ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 ダン、チェットさんありがとうございます、ありがとうございます。もうミスラの前髪ボソボソなのは、ダダダダダダン、ジョーさんありがとうございます、ありがとうございます。みんどいて、恥ずかしいわ。で9位、ダンダダダンダンダン、ダンダダダンダンダン、9位、ゆうきちゃんさんありがとうございます。今日は少し改良しました。嘘、どこ変えてくれたんやろ、次からそこ注目してみるわ。8位、ダンダダダンダンダン、え、そうなん、あきちゃさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、めっちゃ可愛かった、あれめっちゃゆらゆらしてる。7位、ダンダダダンダンダン、また来てみてください。マチさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、どうも。はい、6位、ダンダダダンダンダン、つともさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ほんま、はい、5位、ダンダダダンダンダン、エムさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。今日は楽しかったです。4位、ありがとう、パパパパパーン、レハレムさんありがとうございます、ありがとうございます、8月24日ってありがとうございます。バランスがいいよな、8、2、4、3位、パパパパパパーン、杉蔵さんありがとうございます、ありがとうございます、その辛さと玉ねぎが合うから美味しい、ありがとうございます。2位、パパパパパパーン、コウヘイさんありがとうございます、ありがとうございます。エビは基本的にちょっと苦手やね、ありがとうございます。今日は山梨県から見てます。はい、1位。でで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 でばばばーん。キューちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、めっちゃうれうれしました。ありがとうございます。はい、さては終わろうと思うんですけど、また時間があるときにショールームして、あの次こそコメントをもうめちゃめちゃ読みまくりたいと思いますので、ありがとうございました。昼夜公演もありがとうございました、見に来てくださった方々。明日の握手会などなど、これからのイベントたくさんあるので、公演もあるので楽しみましょう。それじゃあお疲れ様でした、ありがとうございました、バイ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 。汗がね、悩み。